今週の狙い目のコーナーです。よろしくお願いします。今週は、新潟で関屋記念が行われます。はい、はい、スマートオリオンですか。そうですね、前走あの久々のマイルで、まあ、ハンデも57キロ背負って先行から抜け出してっていう競馬で、うん、まあここ勝てばもうサママイルシリーズのチャンプはもうほぼ決まりっていう感じになると思いますけど、まあ前走の競馬見れば、まあここでも当然中心的な存在にはなるかなというふうには思いますけど、若干距離ギリギリかなっていう気が、最後前走詰められたんでちょっとギリギリかなっていう気はしなくはないんだけどそこが微妙な、あの新潟の長い直線で外回りの直線でどうなるか、スピードがあるから先行しちゃうだろうしっていうところが折り合っていけるかっていうのがポイントになるかなっていう気はしますけど、まあ、それからこのレースは まず上がりが33本とかの勝負になるので、まあすごい速くなった時がどうかなという感じもしますが、となるとまあ上がりの速さっていうことを考えたら、サトルギャランとは、あ、まあね、2走前の谷川哲選手が31秒9で上がってますし、はい、まあ、あの新潟、去年関屋記念3着で、もう左回りのマイルっていうのは一番ベストの条件だっていうふうには思うので、うん、ここはやっぱ楽しみな存在だと思いますね。はい、それからあとは、まあ、カフェブリリアントがね、新潟だとかなり堅実に走るんで、この馬もまあこのコース的には合ってるのかなと。あとはまあ男馬との力関係になるとは思うんですが、この馬も貯めればすごい早い上がりで32秒台の上がりとかもマークしたことあるので、そんなところですかね。あと怖いのはまあレッドアリオンぐらいかな。一応マイルアーズカップ勝ってるということで、あとまあマイルの重賞勝ってるまでいくとエキストラエンドとか、あと3歳のヤングマンパワーとか、ここら辺になりますかね。ヤングマンパワーがね、函館で調整してるっていうのがどう出るのか、切れ味だったらマジェスティハーツっていうのも面白いんだけど、あ距離がやっぱ若干忙しいかなっていう気はするんで、まあそのあたりちょっと混戦のメンバーかなという、ね、そうですね、難しいですね。はい、それから、あとは札幌では、はい、エルムステークスがありますね、はい、こっちは、まあ、去年2着のクリノスターを、はいはい、それから、まあ、2走前に大沼ステークス勝ってるジェベルムーサー、まあ、あと G1 馬のグレープブランデーなんかもいますね。こっちも結構楽しみなメンバーですね。僕はあのマリンステークス勝ったソロルは、あ、そうですね、この馬、能力的には重賞勝ってもおかしくない馬だと思ってるんで、はい、ハンデ 57.5 キロ背負って差し切りましたからね、はい、ちょっとね、あのジェベルムーサーまくり切らないと厳しいっていうところが前走で分かったんで、まあ、展開次第なのかなっていうところ、まあ、2走前みたいな競馬が、ね、まくり切ってしまえば強いんだけど、まくり切れなかった時にはどうなるか。あとはまあ北海道といえばエーシンモアオバそうですね、はい必ず出てくる精神モアオバーがどうか、まあ、とにかくこの小回りの線並っていう条件は得意、もうとにかく得意なんで、はい、そんなに力衰えた感じもしないんで、ね、はい、58キロでも、はい、あの実績ありますし、はい、侮れないところですね、はい、なとこですかね、はい、はい、以上です。